皆さん、こんにちは。文化人放送局のウィークエンドライブの時間がやってきました。と言いながら、メインホストであるところの加藤清隆さんがですね、通信上の問題なのかな？ちょっとまだ、ログインっていうか入ってきていないので、冒頭、私一人で、始めろという指示なので、ちょっとイレギュラーではありますが、私一人で、とりあえず始めて、加藤さん入ってき次第、その通常に戻るということでご容赦ください。それではまず冒頭、ライブ、冒頭の告知、いつもは加藤さんがスムーズに読んでいるところ、私が読めるかどうかって話なんですが、文化人放送局からのお願いです。無制限の言論制限がない文化人ダイヤモンドクラブで、文化人放送局1、フルライブのテスト配信がスタートしています。概要欄から登録をお願いします。それから現在、広告収入が激減しており、制作資金ピンチです。そこで制作支援募集とクリック募金を再開しました。ぜひ概要欄サイトから応援お願いいたします。そして5万円以上ご支援いただいた方に新たな記念品をプレゼントしています。今年は拉致被害者の日本帰還を願って、ブルーリボンバッジと同じ青いクリスタルのオブジェです。合わせてメンバーシップレベル1、2の登録、チャンネル登録、そしていいねボタンクリックもよろしくお願いいたします。ここまでが、冒頭の告知でございました。はい、それではですね、今日のヘッドラインについてざっくり、まずご説明いたします。一般公開ライブはですね、岸田政権と、不記載事件の末路。これは不記載事件であれですね、自民党派閥パーティー券事件のことですね。それからポスト岸田と選挙予測。それから岸田宏池会政権の外交。これが一般公開ライブで、大体まあ内政の話をするということですな。それからメンバー限定ライブの方では、自民党内の異変、岸田政権と自民党の異変、それから LGBT 法が招く最悪の未来、それから国防最前線。それからもちろん、安倍晋三元首相暗殺7.8事件の真相究明に関わるところ、それから劣化野党、凋落メディア、侵略された米国、中国、ロシア、北朝鮮の脅威、こんなようなことを扱っていく予定です。はい、それではですね、まず、岸田政権と、自民党派閥パーティー券事件の末路ということなんですが、まあ、これね、私今日、急遽一人でやってますので、冒頭からこれ順番にネタを下ろしていくんですが、最初のネタがですね、これ、ダンスショー事件、事件というか、ダンスショー問題っていうのが今また急遽勃発していてですね、これまあまあ何とも言えないんですけれども、まあ、どういう話かというと、これ読売の記事なのかな？ちょっと待ってくださいね、これ出てくる。自民党、藤原崇青年局長と中曽根康隆局長代理が辞任、懇親会にダンサー出席。ダンサーって何じゃこれっていうと、これは自民党は8日、藤原崇衆議院議員40歳、岩手3区、当選4回が党青年局長を辞任したと発表した。党和歌山県連が主催した青年局関係の会合後の懇親会に不適切な内容があったとして責任を取ったと。そして、青年局長代理の中曽根康隆、衆議院議員42歳、群馬1区当選2回も、同じ日に辞任したということなんですね。それで、内閣支持率が低迷する中、岸田政権のさらなる打撃となる可能性があると。で、実際何があったのというと、懇親会というのは去年11月、和歌山市内のホテルで、和歌山県連主催の、青年局近畿ブロック会議後に開かれた懇親会がね、それで藤原中曽根両親や地方議員らが参加した。で、その懇親会には露出の高い衣装を着た女性ダンサーによるダンスショーが行われたと。いいんじゃないのと思いきや、微妙な話がここ続いてくるんですけど、藤原氏は8日、岩手県奥州市内で記者団に
国民の信頼を損ねる行為で不適切な対応だったと陳謝したと。それで自民党としては懇親会には公費は使われていないとしていると。これが読売の記事はここまでなんですが、これだったらやめる必要はないんじゃないのというような印象をお持ちの方も多いと思うんですが、これ実態としては、これなんかその、ダンサーと、なんなのかな、口移しで、ダンサーの方に、チップをあげるときに、口移しで、その現金を渡したとかね、そういう、ハレンチな行動があったということが、決め手になったようなんですけれども、こういうのってね、もう続くときは続くんですよね。それで、ただ、今ね、自民党が抱えている、国民から自民党がどう見られているのかという意味においては、これ、正直言って、大した問題じゃないっていうかね、ハレンチだという程度のことと比較すると、これ2番のね、次のネタはもっと深刻、狂気の沙汰と言っていいのが次の記事なんですね。岸田首相、自分の処分はという質問に論点ずらしの回答。裏金事件の責任は法改正で果たすという東京新聞の記事。これがね、とんでもない話なんです、こっちはね。で、これ、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、岸田文雄首相は5日の参院予算委員会で、党総裁として自身を処分する考えがあるか問われたが、直接は答えず、具体的に法改正など、政治資金規正法などの法改正などの結果を出すことによって責任を果たしたいと、論点をずらして答弁したと言ってるんで山す本君、ね。つながりましたか？どうも、加藤さん。すいません。これ音声だけですね。映像いってませんかね？私のところは見えてないんですが、今ですね、ここまでは冒頭の、告知から、聞いてました。ヘッドライン行って、それで、ダンサー出席した懇親会の話と、それから岸田の、その予算委員会、参議院予算委員会での、答弁のところ、これ2つを続けて、ネタとして読んだところまでですので、了解です。それで行きがかり上ね、この2つ私が読んだんですけれども、まず2番のね、岸田の参議院予算委員会での答弁ね、党総裁として自身を処分する考えがあるかと問われた。これね、非常に正しい質問がようやく出たなと思うんですけれども、ね、岸田文雄というのは自民党総裁である、日本国の総理であると同時に自民党の総裁であり、しかも、今回、東京地検特捜部に立件された3つの派閥。これは安倍派、二階派、岸田派。その立件されたのが2020年から2022年までの派閥パーティーの不記載で、岸田派も立件されたわけですね。この通りですよね。それなのに、まるでこの岸田文雄という男は、自分はその退職交渉の自民党総裁としてのみの答弁しかしないんですね、これまで。その通り、本当です。で、この件はね、私は本当に、例えば野党とか、あるいは自民党内からも、これ、例えば政治刷新本部長をやる資格はないんですね、岸田文雄。だって自分がトップの時に2年間、3年間不記載があったんだから、容疑者なわけですよ。容疑者が裁判官やってるという状態なんですけど、これ、加藤さん、これ、どう思われます？いや、これはね、山口さんが、毎回ほとんど取り上げられてますけどね、やはり私は今回のそのパーティー券、あるいは裏金問題と言われるもの、最大の責任者は、この岸田文雄という総理大臣および宏池会会長にあるわけですよ。で、これはね、山口さんが繰り返しおっしゃってるように、僕はね、もうそもそも総理そのものを辞任するぐらい大変なことを彼はやってるし、ましてや自分の宏池会の、あるいは自分の個人の資金集めパーティーを年間6回も7回もやって、しかもそれを
ほぼ中国人と思われる外国人にあれだけ売りさばいておきながら、こっちの方、後で出てきますけどね、有村春子さんのところで出てきますが、全然そっちの方を政治資金規正法を早く改正して、これをきちっとしましょうということをほとんど言わないで逃げ回ってるっていうね、もう本当に犯罪者、容疑者が偉そうに、ね、高飛車にですね、自民党はなんとかだ、かんとかだって、これも茶番劇ですよ、私そう思いますね。それで、こういう時にはね、こう時系列で振り返る必要があると思うんですけれども、お願い白します。組は去年の12月14日に、東京地検特捜部の捜査が始まる前の12月14日、国会が閉じた日に、安倍派の4閣僚、松野博一官房長官、西村康稔経済産業大臣など、主要閣僚4名を安倍派であるという理由で、クビにしたわけですよね。そうです。そんだけのそれ理由。から5副大臣、4大臣、5副大臣、これ全部安倍派というだけの理由でクビにしたんですね。ということは、これは安倍派の派閥パーティー券の扱いが不適切だったから彼らはクビになったですよね。で、捜査の結果として、安倍派と二階派と岸田派がこれ立件されたわけですよ。そうでとす。いうことは、去年の12月14日に、9人の安倍派が内閣から、追い出された。これを追い出したのは岸田文雄なわけですよ。これ、政治資金の扱いが不記載という、ほぼ犯罪行為があったから、でもその段階で分からなかったわけですよね。そうですね。で、結果として、岸田がトップをやってる3年間に、1000万弱の不記載が岸田派もあった。そしたら岸田はまず辞任するのが筋ですよね、そうだ。総理大臣。そこに一番の根源があると思ってるんですよ、すべての根源が。というか、どこまでが政府で、何がアウトなのかすら全く分からないまま、まるでその自民党総裁として、自分は全く関与していない話について、対処交渉から法改正とか、法改正やる資格ないんですね、犯罪者には。そうですよね。で、僕はこれがね、例えば党内、それから野党、政倫審とかこう予算委で、まずその基本を押さえる。じゃあ、去年の12月14日に、4大臣、4副大、5副大臣を解任した理由を聞いたら、これ、岸田は答えられないんですよ。その通りですよだってね。自分も辞めなきゃいけない。で、この質問が出ないことがね、加藤さんね、すごく永田町でね、予算委員会とか政倫審とかもう腐るほど見てきたと思うけど、これなんで野党は質問しないんですかね。これは、普通に考えて、やっぱり野党はブーメラン、つまり自分たちにも痛いところ突かれるの嫌だから、岸田に対しても厳しいことが言えないという状態なんでしょうとしか、これ考えられないんですよね。ね、辻元清美とかは、ブーメランどころか、自分はだってワークシェアリングとか言って、秘書給与をむしり取ってたくせに、それで逮捕されてるくせに、いや、逮捕というか、立件されてる人が質問に立って、岸田を責めているんですね。だとすれば、もうブーメラン恐れずにやってるわけじゃないですか、立憲民主党は。しかも彼女が代表代行だかなんか分かんないけど、幹部にいるわけですよね。だったら辻元とかね、泉健太とかは、その12月14日の話を聞きさえすれば、もう、岸田は答えに窮するはずなのに聞かない。だからこれはブーメランを恐れてるということでは、説明がつかないんですもっとよ。厳しい別やでブーメランやってんだから、辻元。はい。だから、それは、その特捜部が安倍派だけを、立件したかのようなふりを全員でしてる。僕、すごく不思議な状態だと思うんですよね。だから、山口さんがこれまで繰り返し説明とか指摘されているように、やはり東京地検特捜部が非常に政治的な動きをして、間違いなく安倍派のみを標的にして、でしかもこれはおそらく岸田さんはそれに乗っかってるか、ほぼ共犯関係で
これやってきたとしか考えられない。だから岸田さんは自分のところの立憲された人間が出ようと何しようが、いや俺は大丈夫なんだってある意味絶対思い込んでますよね。俺はやられないんだと。だからああいうふうにシャーシャーとしてるとしかちょっと考えられないですよね。本当そうですよね。それで、ね、まずはっきりしてるのは、去年の12月14日って強制捜査に入ってない段階で安倍派だけクビにしたっていうことは、その段階で特捜部の幹部から官邸に対して、はい、これは安倍派を集中的にやりますという耳打ちがあった証拠なんですよね。そうとしか思えません。はい、でも結果として、4大臣、5副大臣をクビにした後で、岸田派も立憲されたら、これも首差し出すのが、これ、まともな人間のやり方ですよね。まあ、常識がある人ならばね。ならばね。ええ。で、まあ、この話ばっかりしててもしょうがないんだけど、これに関して、先ほど加藤さんが非常に重要なご指摘をしたのが、次の有村治子さんの質問なんだけど、はい、岸田派の、要するに、今回の派閥のパーティー券裏金事件というのは、これまあ、普通に販売したパーティー券のチケットの処理の問題なんだけど、はい、岸田派だけは中国人が大量にそのパーティー券を買ってるという、これ安全保障上の問題が指摘されているっていうのが次のとこなんですね。でここまで私が司会風に喋ってましたけれども、せっかく加藤さん戻ってきたのでね、この、3番からいきますか。3番からいつも通りの、はいはい、加藤さんが司会として、はい、ありがとうございます、はい、3番を読ませていただきます。外国勢力の干渉を受ける脆弱性、自民有村治子氏外国人のパーティー券購入制限を訴え、自民党の有村治子参議院議員は6日の参議院予算委員で岸田文雄首相に対し、外国人による政治献金が禁じられる一方、政治資金パーティー券の購入は認められている現状について、事実上どちらも政治活動への経済的支援に変わりはない、外国人によるパーティー券の購入を正していかなければ、日本の政治が外国勢力から支配や干渉を受ける制度的な脆弱性を持ち続けると述べ、法改正を訴えた。首相は政府として様々な分野で外国の機関による工作が行われているとの認識で情報収集分析に努めているとした上で、問題意識は共有する、自民党として何ができるかを考えたいと述べた。問題意識を共有するとしか言ってないわけですよ。もう簡単に最後に一言だけ、有村さんの指摘は 100% 正しいのに、問題意識を共有ですよ、はいはい、答えが。あのこの人って岸田文雄ってバカなのか傲慢無知なのか、まあ両方なんでしょうね。ちょっと考えられないですよね。そんな政治家僕本当見たことも聞いたこともないですよ。ないんですよ。非常に私ね、不思議、私も45年もこんな仕事しててすごい不思議な人に出会ったり、しかも総理大臣ですから、随分本当に、このなんていうのかな、自分がなぜか安全地帯にいると確信して、はいはい、そのこうやってね、有村さんとか、あと野田芳彦ね、元首相の質問とか、はい、正しい質問に対して、まるで真摯に答えようとしないんだけど、そうですよね、問題はこれ、メディアと野党がもう本当にちゃんと追及しないから、これで済んじゃってるという、はい、ダブルの衝撃ですよね。はいはい、うん、これは山口さんがその岸田総理にはまあ4人の何だっけ主人だか命令する人がいるという前から言っていたか、一人はそのアメリカ、まあ今のバイデン政権であり、それからあとは何だっけ中国と、それからマスコミと財務省と4つ挙げてましたよね。私が言う順番はもうバイデン政権が圧倒的に最強の、まあ下位犬、まあ、岸田を犬だとすれば、下院犬はまあ基本的にバイデン政権だけど、はい、犬として例えば他に餌をくれる人誰ですかって言ったら、アメリカの次は中国財務省大手メディア、要するにそっちの方向について媚びを売りまくってるのが岸田という首相だっていうのが、うん、まあ、私も発足当初から言ってますね。言ってますよね。だから僕は中堅ポチというふうに非常に汚い言葉を使ってますけども、中堅ポチは 4人の主人に守られて
俺は大丈夫なんだ。しかもカテテ加えて、今度は東京地検特捜部という大変もっと大きな、なんていうんですか、存在から俺は認められてるんだ。だから俺は大丈夫なんだって、岸田さん絶対思ってますよね、これは。それが、その格差になってきましたね、最近ね。自分は大丈夫なんだという、その彼の、ある種の自信みたいの、そうじゃないと、こんな答弁ってもう、普通国会止まりますよね。普通止まりますよね。野党止めますよね。僕が見てきた予算委員会なんかだったら、すぐこれ止まってますよ。安倍政権とか菅政権だったら、もうこれ、不信任案って話ですよね。本当にね、やっぱり特捜部というのが野党の方にもマウンティングしたから、もう岸田政権を攻撃しないというマウンティングを僕は特捜部が野党にしたんだと思うんですよね。そうでしょうね。だから野党ももう言えない、手が出せない。そうなんです。不思議な状況ですよ、本当に。それでね、一つだけ私が、火曜日だか木曜日の番組でも同じこと申し上げて、ちょっと有村さんから本当に嫌がられてるんだけど、有村春子さんの先祖ってご存知ですか？いや、知らないです。何の辺でしたっけ、幕末にさ、水戸浪士が襲うじゃないですか。桜田門外の辺。桜田門外の変、あの中にたった一人、薩摩藩士がいたんです。そうなんだ。それが有村なんとか左衛門、有村春子の先祖なんですよ。あ、そうなんですか。これは僕は彼女のこと、原稿って本に、女性最小待望論って本の中に、有村春子さん一人取り上げて、その中だから、あの時洗いざらいろいろ調べたんですけど、私はね、これ言うと、有村さん、本当に正直言うと、嫌がって取り上げるやめてくださいって言われたことはあるんだけど、僕はだけどね、彼女の信念を見てるとね、あ、もう桜田門外の変を今やろうとしてるんだなというふうに、私はね、すごくそう思ってるんですよ、実は。だから、あ、そうなんですか。全然知性ら根なかがった。座ってるんですよ、そこは。生地のね、男どもよりも、ヘタレの男どもよりも、こういうね、女性の数人の議員はね、素晴らしく、私はね、度胸がある。だからね、もう女性に宰相を任せ、外務大臣を任せる、そういう時代が来たんだと、私は思ってるんですよ。ここはね、ごめんなさい、話飛んじゃって、申し訳ないんだけど。有村春子さんっていうとね、海江田信義ってね、子孫だってことを知ってるのと、あと有名なのは日本マクドナルドに就職した後で政治家になったっていうね、そうですよね。民間から政治家に転身したっていうのは、野田聖子の帝国ホテルと、有村春子のマックっていうのは、こう意外と、まあ、そういう感じで知られてたけど、桜の門外の変っていうのは、でも今ね、この非常に荒れてる政局の中でこう幕末になぞらえるっていうのは夢がありますね。まあ夢そのがあぐりらいま頑張っす。てほしいですよね。そうやってに日本をね、まあ、それが150年ぐらい前なんでしょうが、日本を改革していった、歴史を変えていった人たちがいる。で、それとは別のあれとして、やっぱり萩に吉田松陰先生がいて、その流れを組んでたのが安倍晋三さんという、もう素晴らしいその総理大臣がいらっしゃった。しかし残念ながら殺されてしまった。じゃあ誰が後を継ぐのかって、男の政治家に期待したけど、みんなヘタレばっかりで、全然その役にも立たない。だけど、そういう時にね、女性の議員4、5人だけでしょうけども、いや、じゃあ私たちがやるっていう人たちがね、続々と今出てるっていうところにね、私ね、歴史を感じるんですよ、そういう意味で。これはすごいことが起きてんだなっていうね。すいません、なんか、歴史の話、恐縮ですけど。まあまあ、ちょっと、興味深いです。じゃあ先にちょっと行きますか。おあ願いしとます。10分、20分ぐらいありますか。それでね、ちょっとすみません、じゃあ、時間の関係で飛ばさせてもらいますが、茂木幹事長が非常に存在感をその薄めてるっていうか、
茂木さんに対する評価が、もうだだ下がりに下がってるじゃないかっていうのは、もういろんな人が今おっしゃってるし、まあ、これも水曜日の番組で山口さんもおっしゃってたと思うけども、本来から言えば岸田政権が派閥、3派閥に担がれた派閥による岸田政権であれば、次は茂木っていうのは、それは人気はあろうがなかろうが、かなりの確率でそうだというふうに、我々は思ってたじゃないですか。ところ思ってが、ました。今やですよ、その岸田さんに派閥解消を唱えられ、まあ、茂木はかろうじて残ったけど、そう言っても、半分ぐらいダダダダと小泉横にくっついていなくなっちゃっていう、もう、それでしかも今回の場合、茂木さんは幹事長だから、政倫審とかなんとかそういうことのコントロールは本当は幹事長がやるべき仕事のはずですよ、本来から言えば。しかしそうで彼すはね。一切噛もうとしませんよね。はい。これがね、茂木も何を考えてるのかなと、まあ、それでも総裁選挙に出ようと思ってるんでしょうが、誰も支持しないということは、これまでの、総裁選のいろんな人の選び方のルールというか、あれが大きくこれで変わるんや、いい方向にと僕は思ってるんだけど、大きく変わろうとしてるんじゃないかっていうね、そう思うんですけど、山下さん、いかがですか、この茂木幹事長に関して言えば。もう本当にこのね、東京地検特捜部のいびつな捜査の派閥パーティー券事件がなければ、まあ、もうほぼ、まあ、8割方の確率で、ポスト岸田は茂木敏充だっていう、もう流れだったんですよね。ですよね、はい。ただ、その岸田、ポスト岸田の最トップランナーが茂木だった理由は、はこい。れ、派閥という塊として、岸田派、それから麻生派、それから茂木派が茂木を担ぐことが分かっていたからなんですよ。そうですよね、はい。ただ、今、派閥がもう崩壊したわけですね、基本的に。まあ、麻生派とね、茂木派残ったとはいえ、その今までの論理で、もう派閥の論理で、もう盤石なポスト岸田が、もうほとんど茂木だよねみたいな、まあ、玄人筋の読みっていうのはもう成立しない状況、まあ、流動化しちゃった状況の中でも、本来だったら茂木さんはトップランナーであり続けてもおかしくなかったんだけれども、これさ、あまりに人徳がなくて、なくて、はい。その茂木派の中からも茂木嫌いの、まあ、小渕優子派がボロボロと櫛の刃が欠けるように抜けていった。はい。そうすると、もはや茂木さんを支えようという人がものすごく減っちゃったわけですよね。しかもライバルである加藤勝信がまた今度別の動き、まあ、菅さんなんかとね、飯を食ったりとか、別の動きをし始めたという意味でね。茂木さんはまあそういう意味ではかなり追い詰められているというふうに思います。まあ、僕はもう当たり前だと思うんですけど、なんか自分はもうハーバード大学も出て、東大も出て、勉強もできて、優秀でなんとかでって勝手に自分で思い込んで、まあ、一部そういう時期もあったけども、でも外務大臣以降の茂木さんはちょっとひどすぎますよね。それで威張りすぎてて、こんなに嫌われてたら、まあ、河野太郎といい勝負でしょうけどね。それで日本のトップに立とうなんていうのは、この人はやっぱなんか勘違いして、あれ、ちなみに山口さんはさ、茂木さんがほんの一時期、読売新聞の記者として官邸にいたことの頃は知ってるんですか、ご存知なんいですか。やー、全然知らないです。まあ、僕より全然上なんで。ああ、そうですか。だから僕は、その彼が政調会長だった時に、私、官邸キャッパ、自民党のサブキャップだった時に、茂木版っていうのをやったことあります。で、その時は、その茂木さんは、河野太郎みたいなところがあって、もう一旦頭くると人を怒鳴り散らすっていうので有名だったんですね。ただ、政調会長になったタイミングで、新生茂木とか言って、非常にマイルドに人当たりを変えようと努力していた頃、僕、バンをしたので、ああ、いろいろ、まあ、年取ってから、自分のこう印象を変えようと努力してんだなと思ってたんだけど、3ヶ月ぐらいでやっぱりもう馬脚を現しちゃったんですね。もう、やっぱり人望のなさって、あ、そういうところにあるのかなと思ったのは、すごく今にして思えばね、茂木それさんと、を、流動化してもね、例えばこの人なんとか支えようという仲間ががっちりいれば、
未だにトップランナーだってておかしくないわけですから、もうこまあ、れだけ一も緒ですよ。う、茂木さんはダメだよねってみんな思ってるのは、その彼の人徳のなさが気にしてるなっだてから、いうこの印象で人すのたね。めには命を捧げても惜しくないっていう人が、まあ、例えば5人なら5人いればですよ、その人たちを核に総裁選挙というのはもう一回組み立て直すことも可能ですけど、ほぼ誰もいないんじゃないですか、茂木に俺は命やってもいいよなんて言ってる人は、まあ、口先では言う人いるかもしれないけど、まあ、人格的に見て多分無理ですよね、この人に対しそては。うですね、もう人格の話になっちゃうんですよね、茂木さんの場そう合はなんです。ね。おっしゃる。それでね、1個だけ、6、7のうち1個だけ読みますけども、自民茂木幹事長後援会への多額資金移動を批判、立民長妻氏、支出隠しの脱法行為、立憲民主党長妻政調会長は7日の会見で、茂木敏充自民党幹事長の資金管理団体が使途公開基準の緩い後援会組織に多額の資金を移動させている問題を批判、支出隠しの脱法行為だ、非常に悪質で徹底した実態解明が必要だと強調、後援会に寄付したとして資金を移動した後、使途が公開されていない額は14年間で4億円超に上ると判明していると、こういう話、それこそ隠し金、裏金みたいな話で出てくると、茂木さん、これはおそらく説明できないでしょう。それはまあ幹事長にいたからということを抜いたとしてもですね、やはり茂木さんはいずれどこかに引っ張り出されざるを得ないだろうし、これではとてもじゃないけど、総裁選挙をここで狙いますよということは、もうはっきり言って不可能じゃないかなというふうに私は思うんですけど、この金の面から見て、茂木さんっていうのは、山口さん、どうなんでしょうか。茂木さんは2020年にも2016年からの4年間はい。のいわゆる茂木後援会っていうのかな、茂木さんの政治資金団体の、97%の出費がもう使途不明だったあ、といそうなんう、ですよ。97でした。はい。非常に恥ずかしいことを外務大臣時代にニュースになったのに、私は一番問題なのは、その人をそれだけ政治資金に関するして、ルーズな、もうほぼ犯罪に近いんですね、これ、そんだけの不記載、あるいは使途不明っていうのは、そういう人を、そのいわゆる党の何億円という金を自由に使える幹事長にした、これ、岸田が悪いんですよ、これ。その通りですよ。はい。で、さらに、2016年から19年までの4年間で、その1億何千万って言って、で、今度は2020年からの2年間で、またこれ9千何百万。そうなこんでれ、すよ。要するに常習犯なわけですね。で、この人が自民党の政治刷新本部の事務局長なんです。そうなんですよ。ナンバーツーなんですよ、本当に。で、トップは大臣規範を無視して、1年間に7回、3億何千万か稼いだ岸田文雄が政治刷新本部の本部長で、2億何千万、6年間で、ほとんど使途不明の茂木敏充が、これ、事務局長をやってる。これ、この人たち、政治刷新っていう資格がない人がトップ2をやってるというのが狂気の沙汰ってことなんですね。全くその通りですよね。これは本当にもうとんでもないことで、まあ、岸田さんに関しては、まあ、先ほど散々言いましたけど、私は茂木さんも一蓮托生で、ポスト岸田の候補とはとてもなり得ない、そんな資格はないでしょって、もう一言でおしまいじゃないかというふうに思います。あと10分ちょっとあるので、山口さんにどうしても聞きたいのがあるので申し上げますが、東京15区の絡みでですね、ちょっと、これ9番、10番を読ませてもらいますが、衆議院3補選、自民内に不戦パイロン、政権ダメージ軽減の思惑、4月28日投開票の衆議院東京15区と長崎3区の補欠選挙で、自民党内に不戦パイロンが高まってきた、政治資金問題の逆風を考慮し、候補者を立てて敗れるよりも、不戦パイの方が政権運営の影響は小さいとの思惑があるためだ。もう一つ、衆院補選の立候補はクエスチョンマーク、定例会見で小池百合子都知事、都政に邁進、衆院東京15区の補欠選挙、
をめぐり、東京都の小池百合子知事は8日、国政復帰を目指して知事を辞職して立候補する可能性を報道陣から質問され、いつもの答えと一緒、今まさに都議会で予算をご審議いただいているところ、都政に邁進しておりますと述べ、現状その考えはないとの立場を示したと。それでね、東京15区で、非常に私はね、本当に正直に申し上げますけど、日本保守党はね、現在考えうる最良最強の候補を見つけてきたというふうに私はやっぱ思います。それで、そのもし勝つか負けるかはもちろん衆議院の小選挙区というより非常に難しい選挙だから、今それをどっちかという断定するだけの材料がありませんが、やっぱり最大のライバルになるとしたら小池百合子さんが東京15区に出てくることだったと思うんですが、ずっと流れを見ていると、小池もこれはちょっと二の足踏んでるんじゃないのというふうに私は感じるんですね。だとしたら、日本保守党は大変な金星をここで一番最初の国政選挙として挙げる可能性が出てきたんじゃないかと、まあ直感でしかないんですけど、思っておりますが、山口さんはこれはどのように解説というか、話していただけますか。私は正直言ってそう見てないですね。言ってそなれいの。は、私は、飯山あかりさんはね、僕、まあ、私、高校が同じなんですね。それで、高校が同じ。ただ、私よりも6つか7つ下なので、重なってはいないんですけどもね。で、私は彼女を高く評価しているのは、まあ、水曜日の番組でも言いましたけれども、彼女は、中東の専門家っていうのは、ヘブライ語、ユダヤの言葉をやるヘブライ語の専門家と、アラビア語をやる、いわゆるアラビストとしての中東の専門家と、まあ、他にイランのね、ペルシャ語ができる中東を見る人、3種類いるんですけれども、そうです彼ね。女はアラビア語の通訳だから、アラビア語、アラブの新聞、アラブの政治家、アラブの民衆を取材して、アラビアについて、アラブについて、あるいはイスラム2.0っていうすごいいい本を書いてます。そうで、ですね。こういう人は、得てしてハマスを擁護するんです。ほとんどのアラビストは。ほとんどね。ところが、飯山さんが素晴らしいのは、アラビア語で、アラブ人の人、民衆、政治家、それから新聞から、ほとんどの情報を得るアラビア語の専門家であるにもかかわらず、しっかり、アラブのパレスチナ人の一組織であるハマスをテロ集団なんだと、テロ組織なんだと言って、最初から批判してるんですね。そうですよで、こね。れは私もね、中東で取材をすると、お前はどっち側なんだ、必ず聞かれるんですね、向こうの人に。それはユダヤ人にも聞かれるし、パレスチナ人にも聞かれる。そうすると、普通はアラビア語ができる人は、飯山さんみたいに、非常に強くハマスを批判しにくいんですよ。でしょうだね。からこれは歴史的な経緯から言って、もう非常に不幸な、住むところを奪われた人としてはしょうがないんだみたいなことを言うアラビストがいっぱいいる中で、飯山さんはほらテロだと。殺戮と監禁と強姦だと。はっきりとノーを言うというのは、これは取材者としては、次行った時に、この飯山っていうのは、パレスチナの悪口を言ってると言って、自分の取材先が細っていくリスクがあるのに、信念に基づいてハマス批判を続けるというのは、僕はこれは胆力だと思うんですね。そうですね。で、これはね、僕はなかなかできることじゃないし、で、これはこれからの日本の政治家に求められる最も重要な資質のうちの一つだと思うんです、僕は。岸田みたいにね、バイデンがこう言ったから、はい、やります。特捜部が言ったから、安倍派の4人をクビにします。もう何か言われて、奴隷のように動くんだったら、その国はもう、国ごと憂慨差別する。もう、舵取りのいない、もう、スクリューとね、ハンドルのない、もう、太平洋の板っ切れみたいになっちゃうわけですよ。そうですね。そういう意味では、信念を持って、自分の利益とか、利便を捨てて、しっかりハマス批判をした、
その一点をもってして、僕は飯山さんは岸田文雄よりもはるかに政治家に向いてると思ってます。ただ、東京15区について言えば、私が得ている情報では、それほどね、甘くないと思ってます。ただ、これまだ取材中なんでね、あんまり細かいこと申し上げられないんですけれども、ちょっと見方が違うかもしれない。ちょっともったいつけてるようで申し訳ないので、いえいえ、僕は全来然週。そんなことない、そんなことない、違うんだよ、違うんです。そういうことまで私は追求しようと全く思ってなくて、東京10区はほぼ江東区ですから、もともと自民党がすごく強い、だから江東区議会は、過半数を自民党が占めるようなところなわけですよ。その自民党はいまだに候補を決めておらず、私、最初にあの読ませてもらった中で、つまり長崎3区だけじゃなくて、東京15区も不戦敗という話が出てきてる云々というのは、この記事が正しければ、自民党が出してこない、あるいは小池も出てこないから、小池を推すこともないという話になればという、僕は前提を申し上げた上で、それならば、あとはまあ維新とか立憲とか共産とかいますが、これは選挙としては非常に、で、しかも国民民主党はこの前、一人下げましたよね。ということは、飯山さんに関して言えば、非常に今、ラッキーというのが、選挙戦としては非常には見えてきているという、ひょっとしたらいけるかもしれないと。もちろんこれは、今まで組織を持ってやってきた政党でも何でもないわけですから、その人たちがどのくらい、じゃあ皆さんを全部呼びかけて、投票に行きましょうと言って、引っ張っていけるだけの力があるか、云々まで考えると、それは今のところ、まだこれ以上のことは言えないけど、ただ、共選活動、まあ、地域は狭いですからね、江東区1区だけですから、あれを徹底して、ローラー作戦みたいにして、毎日やってれば、私は相当程度動く、それからもう一つは、今まで日本保守党のことは、大手メディアは一切無視してきたのが、さすがに東京10区の候補者立てたら書かざるを得ないから、まあ、扱いはまだ小さいけども、それでも大手メディアに乗り始めたということの意味というのは、やっぱり私は無視できないんじゃないのかなというふうに今思ってます。で、もう一つ、だから山口さん、ね、もう念押しで聞きますけど、小池百合子はやっぱり出てこないというふうに見てますか、どうなんでしょうか。いや、違います。私は違います。そう思ってないです。はい。合ってないですか。だから、僕はね、加藤さんが言ってる前提としてね、自民党は出ない、出さない、小池百合子も出ない。となれば、これは全面的に加藤さんおっしゃる通り、これは飯山さんが当選しておかしくない、非常にいい流れになるでしょう。ただ、正直言って私はその前提の部分が違うんじゃないのかなっていうのが、なるほどね。ただ、ちょっと詳細はね、まだはっきりしたことを申し上げられるほいえいえ、ど取材が詰まってないので、そん了な解気はしてますね。です。それで時間が中途半端になりましたが、もし積み残したら次にもう一回やりますけども、どうしても岸田さんの訪朝ですね、北朝鮮行きのことについて、その関連で、家族会の方がこの岸田総理に会いました。怒りを持って外交を岸田首相に面会の拉致被害者家族、新方針の真意説明、北朝鮮による拉致被害者家族会などは、岸田首相との面会で先月公表した今年の運動方針に込めた思いを訴えた。対北制裁の解除に初めて言及したが、あくまで全拉致被害者の即時一括帰国の実現が前提。北朝鮮のこのところの融和的な発信もあり、国内では日朝関係の早急な改善を期待する向きもある中、政府は決してハードルを下げることなく、怒りの気持ちを持って外交に当たってほしいと求めた。北朝鮮に対し、個人的には怒りや敵対心しかない中で、拳を少しだけ下げて方針に込めた。この苦しさを岸田総理には分かってもらえたと思う。横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんは、面会終了後、報道陣の取材にそうで答えを口にしたというんですね。まあ、家族会はもう最後のギリギリの
ところで制裁解除も含めてというところまで踏み込んできた、それはいいとしてですよ、置いとくとして、岸田さん自身が私、非常に危険な方向に向かっているという見方は、依然として私は変わらないんですよ。やってはいけない方向に行ってるんではないかと。だとしたらどうなんでしょうかと、まあ、西岡さんは補佐官にしろ、うぬという意見もありますけども、おそらくそれもおそらくないでしょうから、岸田さん、このまま行って、金正恩にいいように手玉に取られてみたいなことになるぐらいなら、行く意味は全くないんじゃないかというふうに私は思うんですけど、山下さん、いかがなもんでしょうか。まあね、これね、ちょっともう本当時間ないところでね、何を申し上げるか非常に悩むんですけれどじゃあ、も、僕は、いやいや、ちょっとね、押しても、ちょっとスタッフの方ね、これ大事な話なんで、たまには押させてください。これ、北朝鮮については、僕は岸田の電撃訪朝っていうのは、もう残念ながらほぼ確定してると思ってます。包丁で、する。僕、この間ね、島田洋一さん、スクール会の副会長を長くやっ会てる長です島田ね。洋一、福井県立大学名誉教授の島田先生と、この件じっくり話す機会があったんですね。それで、横田早紀江さんとか、もう、いわゆる本当にね、拉致被害者の帰国を心待ちする家族としては、何でもいいからアクションが、何かアクションが欲しいと。いう、もう時間がないんだという叫び、そでのす。中で島田さんはその声を痛いほど知っている島田さんとしては、岸田訪朝自体を批判するというよりは、そこに一縷の望みをかけたいという、その彼らの拉致被害者の思いを背負ってるという意味では、これは島田さんとか西岡さんとか、こういう方々の動きっていうのは、僕はね、これ人間としてすごくわかるし、全く批判する気はないんです。ただ、私はジャーナリストとして、今回はね、例えば西岡さんが同行したとしても、そもそも総理大臣の岸田文雄が、拉致被害者を切り捨てて、日朝国交正常化に向かうという悪意を持った訪朝であると、私はもう確信しているので、これがね、その田中実さん。金田辰光さんという兵庫県の孤児院出身の日本に身寄りのない拉致被害者と特定失踪者の一時帰国ということと、それから拉致被害者の合同調査委員会、あるいは国際調査委員会というものを立ち上げるという茶番によってね、その拉致問題が進展したかのような詐欺を行おうとしている、岸田文雄は。そしてそれをきっかけに解散・総選挙を打とうとしているそうとです。私は思ってるんですね。と、ここまで見ると、私はね、今回の訪朝はそもそもやるべきではないっていうのは私の立場なんです。なるほどね。スタッフ、ちょっと時間超過しましたけど、一旦切りますか。